ソシエダ監督バルサ戦で久保を外した理由を語る。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。レアルソシエダ所属の久保選手ですが、日本時間5月14日早朝に行われた FC バルセロナ戦でもスタメンを外れ、ファンの間ではいよいよ移籍かと囁かれているようです。そんな中、ソシエダのイマノル監督がこの重要な一戦に久保選手を外した理由について語っているようですので、今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はゴールから。13日のラリーガ第35節レアルソシエダはアウェーでのバルセロナ戦を0対2で落とした。イマノル・アルグアシル監督は試合後、ミッドフィルダー久保建英をベンチスタートとした理由を説明している。イマノル監督はこの試合で久保、さらにフォワードアンデル・バレネチアを控えとして、フォワードジェラルド・ベッカー、ディフェンダーミケル・アランブルを起用。ベッカーをワントップ、その後ろにフォワードミケル・オヤルサバル、ミッドフィルダーブライス・メンデスを配する 3-4-2-1 のシステムを採用した。ソシエダは前半の大部分はバルセロナの攻撃を封じ、ベッカーの快速を生かしてゴールを狙ったが、40分に逆に速攻からフォワードラミン・ヤマルの先制点を許してしまう。イマノル監督は後半途中から久保&バレネチアを入れて普段の 4-3-3 にシステムを戻したものの、バルセロナの集中した守備をうがつことができず、終盤に PK からフォワードハフィーネのゴールも許して勝負を決められている。イマノル監督は試合後、久保&バレネチアをベンチスタートとし、またアランブルを起用した理由について問われて次のように返答している。理由は全てが少しずつといったところだ。今日バルセロナ相手に打撃を加えるならば、あのスタメンがベストだとの理解があった。実際私たちは彼らを驚かせることができた。ただプレーを的中させる、試合に勝つということは実現できなかったね。しかしスタメンの決定については相手を上回るということがベースとなっている。だから5バックを採用したんだよ。連勝を逃したソシエダはアルメリアを3対2で下したベティスにヨーロッパリーグ出場権6位の座を奪われ、ヨーロッパカンファレンスリーグ出場権の7位に順位を落とした。イマノル監督はベティス戦との直接対決が残っていることから、ヨーロッパリーグ出場が自分たち次第ではなくなったことを否定している。別に私たちは影響を受けていない。まだ彼らとの直接対決が控えている。次の日曜の直接対決でどうなるかは私たち次第なんだよ。しかしまずは木曜の試合、バレンシア戦で結果を出さなくてはいけない。ここから回復してできる限り良い形でその試合に臨みたいね。このように報じています。この試合でのレアルソシエダのフォーメーションは珍しく 3-4-2-1 のように見え、最近久保選手より優先的に右サイドで使われていたベッカー選手はこの試合ではセンターフォワードを務めていました。アウェーバルサ戦ということで守備を固めてカウンター狙いの作戦とも見えますが、同時に来季に向けて新たな試みを行っているのかもしれませんね。残念ながら今季フォワードのサディク選手、アンドレ・シューバ選手は結果を出せませんでしたからね。そのためこの試合だけで見るとアウェーバルサ戦対策のフォーメーションの煽りを受け、久保選手はスタメンを外れてしまったように見えますが、ただ久保選手はここ5試合でスタメン1回のみの状況。最初はコンディションの問題もあったようですが、最近の調子は良さそうに見えます。そんな状況から来季の移籍が噂されているようですが、果たしてどうなるでしょうね。では次にこの記事に対するネットの反応を見ていきましょう。今日の試合はベストメンバーだったかもしれないが、ポジションに問題があると思いましたよ。右サイドで絶好調だったベッカーをなぜフォワードで使ってしまったのかが不思議でしょうがない。5対4対1でしっかり守備をし、トップのベッカーに放り込んであわよくば狙い、でもそれって勝ちにいってるとは思えないんだけどね。ソシエダのやり方としては弱者の布陣である5バック、それで負けたので采配の是非が問われるところだね。ヨーロッパリーグ出場権がかかっているからディフェンシブに、特に前半は引き分け狙いで、後半から久保バレネを投入してあわよくば勝ち点取れれば御の字ぐらいに思っていたのでは。この監督、さっきの久保の起用やチームの躍進で評価したんだけど、最近は凡人の気がしてきてる。
スタメンがベストだったかは置いといて、驚かせたシーンなんてあったか。ディフェンダーといい怪我人続出で、まともなチーム編成ができない状態だったから、5バックを選んだ理由はわかる。ベンチスタートは仕方ない。ラビシルの引退も痛かったが、今はスビメンディが怪我で離脱していることが大きい。まああのシステムならウイングないから、久保、バレネチアが外れるのはわかる。メンバー的には良い選手が揃っているが、正直退屈なサッカーしかできない監督の交代を考えるべきではないか。前半守りきれなかった時点ですぐにプラン変更しないとダメな展開だった。その判断は遅すぎた。久保に関してはレンタルの時代からそうだったんだけど、すごいと称賛されつつもちょいちょい控えになっていた。最近休んでるので温存でもない。監督が何かを試してるんだろう。久保とバレネチアの両翼がソシエダのベストと思っていた。この試合勝ちに行っていないだけ。ラリーガでは中堅って感じだからね。久保がいるからせめてヨーロッパリーグ圏内に入ってほしい。ここ何試合か続けてゴールやアシストを決めていたベッカーをスタメンに入れたくなるのはまあ当然ちゃ当然。久保の怪我の状態なのか、単なる序列の低下なのか、それとも遺跡があるからなのか。引き分け狙いに行ったのでしょう。今のる監督は久保周辺やクラブの動きを察知して久保のいない来季を考え始めたかな。あんな試合内容がベストというなら、どう考えてもリーガ10位以下が妥当でしょう。前半戦くらいの得点力があれば間違いなく使われるし、私が監督なら絶対使うよね。調子が戻れば良いのにね。久保君に移籍の可能性がリアルに出てきたな。ソシエダは今シーズン主力がごそっと売られそうな気がする。様々な声があるようですね。シーズンも残り数試合になってくると、いろいろな噂が飛び交う時期。選手の使われ方一つで様々な記事が流れてしまいますよね。早朝の試合だけを見ると、アウェーバルサ戦での勝利はかなり困難なことは事実なため、ガチガチに守って失点を防ぎ、足の速いベッカー選手のカウンター狙い、そのフォーメーションの煽りを久保選手が受けてしまったと考えるのが妥当なように感じます。もちろん3日後にバレンシア戦がありますし、その3日後にはヨーロッパリーグ出場権を争うベティスとの直接対決もあります。そちらの試合に向けて久保選手やバレネチア選手らを温存した可能性も考えられます。ただそうは言っても、久保選手は前節もスタメンから外れてしまっている状況。外部の人間からはチーム内で何が起きているのかはなかなか見えてきませんが、この時期に移籍などの噂が立ってしまうのはある程度致し方ないのかもしれませんね。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると、今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。